仙台法務局は仙台市にある法務省の地方市分部局で宮城県を管轄している。なお局長は管内の地方法務局を指揮監督する。また直接の登記事務の管轄として仙台市、富谷市、黒川郡を管轄している。福島地方法務局は福島市にある法務省の地方市分部局で福島県を管轄している。また 直接の陶器事務の管轄として、福島市、伊達市、伊達郡を管轄している。関内市局、出張所山形地方法務局は、山形市にある法務省の地方市分部局で、山形県を管轄している。また、直接の陶器事務の管轄として、山形市、天道市、上山市、東村山郡を管轄している。管内支局、出張所森地方法務局は、 森岡市にある法務省の地方支分部局で岩手県を管轄している。また、直接の陶器事務の管轄として森岡市、八幡大市、滝沢市、岩手郡、四和郡を管轄している。館内市局、出張所秋田地方法務局は秋田市にある法務省の地方支分部局で秋田県を管轄している。また、直接の陶器事務の管轄として秋田市、 賀市、片上市、南秋田郡を管轄している。館内市局、出張所青森地方法務局は、青森市にある法務省の地方支文部局で、青森県を管轄している。また、直接の登記事務の管轄として、青森市、東津軽郡を管轄している。館内市局、出張所、ありがとうございます。